原定于今年七月举行的东京奥运，因武汉肺炎疫情影响，延至2021年7月23号开幕。日前，国际奥委会和东京奥运组委会敲定，未来的筹备工作将简化。东奥组委会会长森喜朗表示，受到疫情冲击，世界的社会、经济和医疗层面已然改变。对于过去奥运盛大奢华的规模，大家还会接受吗？所以他们计划重新定位奥运的筹备工作。2021年に開催される大会については、これまで IOC とのジョイントタスクフォースにおいて協議を重ねてまいりました。そして史上初の延期となる来年の大会の位置づけ、大会のシンプル化に主眼を置いた基本原則、来年夏までのロードマップについて取りまとめました。国际奥委会和东奥组委会同时也决定了三大筹备原则，包括提供安全安心的环境，让费用降到最低，以及为了实现安全且可持续的奥运进行简化。为此，东奥组委会正在研究200多个计划。次に、この来年の大会時におきますコロナ対策でございますが。これは最大の課題と認識しております。専門家の知見も得ながら、来年の状況について様々な想定をして論点整理を進めつつ、今よりも状況が明らかになるであろう秋以降に詳細な検討を行いたいと考えております。武藤敏郎同时指出，奥运的时间表目前维持不变，但为了落实防疫措施，东奥组委会并没有排除减少观赛者数量的可能。中央社综合报道。